今ない〇〇を妄想する M8 招待招待二等兵の友人屋でございます。 T 隊長です。それとエニアグラムタイプ6忠実な人編タイプ6不安怖い大丈夫ということで今日はこのタイプ6、うん、馴染みのあるタイプ6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 、うん、反応、うん、融和なで思考センターですね。思考センター、はい、タイプ6でございます、うん、特徴としましては、うん、もう全然褒められてないんですよ。褒めてますって義理がたいよく働く、うん、思いやりがある。いいことじゃないですか。で責任感があるとか、うん、協力的とかこれ全部いいことじゃないですか。この、エニアグラム、いつものように、うん、あなたは9つのタイプ、うん、もうですね、うん、なんかそのタイプ5とかが、うん、なんか革新的なとか、うん、その未来を見通すとかって書かれてるんですけど、うん、これもそんな褒めてないんですよ。別にこれは褒めてますよ。コミットメント、責任を持って関わる、うん、安全志向のタイプってもう急に二言目で、うん、なんか安全志向とかって言い出すんですよ、うん、安全志向反応安全志向ですか、ね、頼りになりよく働き責任を果たす、うんうん、だが、うん、もうここで急に反応防衛的で直面を避け、うん、極めて不安にもなりで、うん、文句を言いながら、うん、ストレスをエネルギー源として走り続ける、うんうん、でもこのダガっていうのは他のタイプでも出てくるじゃないですか。出てくるけどなんかタイプ5とかだと、うん、なんかその未来を見通す先駆者とか、うん、そのタイプ2とかだと死だともに無条件の愛とか、うん、なんかかっこいいんですけどこれ6だとこの往々にして慎重で優柔不断であるが刺激に反応しやすく挑戦的で反抗的にもなり得る、うん、で最後のところもなんか自信喪失や疑いに陥りやすい、うん、あ来た最良の状態において健全なタイプ6は内面が安定して自信があって自分を信頼し勇気を持って弱者や無力なものを助ける、うん、でこのまあどのタイプでもいいタイプ、はい、悪いタイプっていうのはなくて、まあ、健全不健全であってでいい部分と悪い部分はどのタイプもあるじゃないですか。ただまあかっこよさで言うと、うん、やっぱりそのなんかタイプ3とか、うん、タイプ4とか、うんやっぱりその人気のタイプに比べると、うん、そのあまりそれ多分エニアグラムのなんか自己診断でやると、うん、なりたいっていうタイプじゃないんですよね、うん、まあねだからそのタイプ6、まあ、要は普通の人って感じですか。ほら今ディスった普通の人はディスってないですよダメな人じゃない、はい、なのでその、うん、自己診断で、うん、自分がタイプ6だって思う人は、うん、多分見てる人とかでも少ないと思うんですよね、うん、僕タイプ6ですって、うん、なかなか認めづらい自分はタイプ6ですよって、うん、なんで私も自己診断では、うん、タイプ6には一回もなったことないです。まあ一回もなんかタイプ3とか7っていうのはどうしてもみんな憧れるタイプなんで、はい、なるじゃないですか。達成する人とかタイプ7で言うと熱中する人でこうみんながこうかっこいいいいなって思ってるような人、はいはい、なんでなるじゃないですか、はい、でそこからはみ出るとちょっとなんか自分に特徴が欲しくなってくると思うんですよ。そう特徴欲しいですよね。特徴が欲しくなってきてでタイプ5とかタイプ4とかに憧れるんですよ。でタイプ1、まあ、タイプ1もあんま人気のないかもしれないですね、うん、でそういう特徴がこう薄いっていう感じこうパーフェクトなんですよ。パーフェクトコントロールですよ。まあまあ確かにそのあのまあ体調タイプ9、うん、なんでタイプ9とタイプ6は何にでも見れる、うん、何にでもなれるというか、うん、そのタイプ6は、うん、そのどちらかというとその日本人に一番多いと言われていて、うん、要はそのみんながそれを求めているってなると、うんうん、それに向けて頑張る、うんうん、なので2を求められてるなっていう空気だと、うん、融和タイプなの。そうそう2になろうとする。だからこのどのなんかタイプの分かりにくい人、はい、
って6の可能性高いかなって、あの場面ではすごい盛り上げてたなっていうのもあって、はいはい、でも違う場面見たらすごい静かにしてたなとかっていうのはこう場面に応じて使い分けてる。確かにパーフェクトですね。パーフェクトコントロールしてパーフェクトコントロールなんですよ。なのでこう飲み会に行ってちょっと場が盛り上がってないなと思ったら率先してこう盛り上げようとする、はい、だけどこう盛り上げる人がいて、だけどこうなんか周りがちょっとぐちゃぐちゃしててうまくコントロールできてないなってなったらこう裏方に回って、はいはい、調整したりするみたいな、そういうのができるタイプなんで、その一場面だけ取り上げると、うん、そうそうそう、あ俺7だって思ったり、5だってなったりする。でなのでこういろんなタイプに見えてしまうみたいな、はい、で私はなんで7にもなったことありますし、うん、自己診断で、うん、5にもなったことあって、うん、あるそのエニアグラム の, その、うん、セミナーみたいなのがあって、うん、診断しますよみたいなところに行って、うんうんうん、もう自信満々で3か7かなって、うん、3か7かな3か7かなって言ったら俺自己主張だもんね、うん、3か7、うん、まあ、8はないない、俺そん な,、うん、なんか力あの星と戦地みたいじゃないしみたいな、うんうん、ところに行って6って言われて、うん7じゃないよねみたいな7じゃないよねで6かなってなって、うん、あ、うん、スポッて、そこを知ったらスポッて押したみたいな、確かにね、うん、認めなくなかったもんね、うん、っていうので、うん、6ですと、うん、なんでもしかして私みたいに、うん、その6じゃないと思ってる人も、うん、実は6の可能性は、うん、日本においてはかなり高いと。なのでこう多分診断をするとすると、はい、不安が強いかどうかですよね。そう、うん、そうなんです、うん、でこう周りの状況をよく見るかどうか、まあこの反応タイプ、はい、この辺ですよね。そうなんです。でなんでその先の不安があるかどうかっていうのは、うん、この思考タイプっていうのが思考タイプの特徴、まあ567のタイプはその未来、うん、未来を見て不安になるを基本考えてしまって、うんうん、分かりもしないの、うん、そう分かりもしないのに考えてしまって、うん、知識をつけるか、うん、なんか仲間を作ろうとするか、うん、新しい経験を求めるかっていう5、6、なんかそう7はこう自分の持ってないものをどんどん取り入れようとする、はい、今持ってるものでは自分の将来不安、はい、自分の不安を解消できないと思ってるんで、はい、新しい何かを取り入れようとする、はい、で5の人は不安を解消するには知識を溜め込まなきゃいけないと思ってるのでそれを溜め込もうとする、はい、6は多分両方なんですよあとはまあ、うん、人だって人、まあ、なのでこう自分の頼れる人とか頼れるものものだとか知識だとか、はい、そうそうそういったものを、まあ、とにかくもう5の人は知識だけなんですよ、はいはい、人なんかもうどうでもいいみたいな、はいはいはい、っていうところ多分両方いろんなものをこう溜め込もう。なのでこのウィングで言うと、うん、その6の言うと、うん、まあ、もう一つのサブタイプよりも、うん、その5なので集中力に優れていて、うん、なので専門知識っていうところに、うん、5っぽいところですよね。あとはその6の、うん、なんて言うんだろう、トラブルシューティング的な、うん、あの全てを疑ってるみたいな感じなので、うん、問題解決っていう方向が、うん、危機管理能力が高いというか危険察知能力が高い、はい、のでかっこいいですけど、そうなのでこうあそこが危ないと思った時に多分5寄りの人はそれをまた合理的に、はいはい、あこれを解決するのはこうしたらいいんだなっていう計算ができる人じゃないですかね。ディフェンダーなんて書かれてます、うん、でこれが7の方によると、うん、まあ、もう一つのサブタイプほど生真面目ではない、うん、まあ、7寄りのパーティーピーポー的な、うんうん、あのユーモア愛嬌でその、うん、良き、あ書くの忘れました、すみません、良き友なんてよく言われてます、うんうん、人付き合いがいい、うん、っていうタイプが6の7、うん、でこの6というのがもうちょっとずつあの話はいたんですけど、うん、囚われとしては不安、恐れ、疑い、うん、基本未来を見て怖い怖いって、うん、怖い怖い、何が起こるかわからない、そうで思っている、わからないことに対して怖いディスってますディスってないですいません、これ今反応、反応が出ました。そう、そうさっき話してても、はい、こう医者のことは信用できない、はい、ちょっとあの体調が入院されて、うん、まあ、薬を飲むよっていう時も、うんうん、いやその薬って、うん、
君たちはちょっとずつ病気の方がそれで儲けれるもんね、うん、だからその全部直そうとしないんでしょとか、うん、そういうそういう疑いをかける基本は疑ってますそう、はい、っていうのが多分6の人の特徴、ね、うん、かといってそれを飲まないのも怖いんですよ、うん、あどっちも怖いどっちも怖いあなるほど、だからその中庸、うんうん、で多分タイプ9の楽観的にいくと、はい、もうそんなこと言っても飲むしかないじゃんって飲めば大丈夫なんだよ、飲めば大丈夫っていうか他に代替案があるわけじゃないんだったらもうその人先生信じるしかないよね。いやでも僕だとするとじゃあなんかその自然療法がいいんじゃないかとかで、うん、そのなんか漢方だとか、うんうん、多分いろいろまた、うん、わーって始まるんだと思います。まあ僕もこう調べますけど、はいはい、でも医者ですよ。やってこの疑いが多分このタイプ6、うん、基本はあの、まあ、特徴でこれいいとこばっかり書きました、うん、特徴なので、うん、でもやっぱりその特徴ってどうしてもやっぱいいとこ悪いとこって裏返しなので、うんうん、この、エニアグラムでパートナー探しっていう本でいくとこの最悪の面となると心配性とか、うんうん、抑圧的、うん、被害妄想的、うん、防衛的、怒りっぽい、疑り深い、闇を言う、うん、警戒心過剰っていう、うん、やっぱりそのまあこうそう裏返しなんでね、裏返しなんで、あの、うん、やっぱ反応して、うん、もう怖くなって防衛すると、うん、っていう面が良くない、うん、なのでこの分裂の方向、うん、なるとやっぱりこの悪い面が出る、うん、嫌味を言ったりとか、うんうん、で分裂の方はタイプ3のマイナス面、うんなんで競争心、良き友、みんなを守るっていうタイプ6が、うんうん、その敵にしちゃう、ライバルにしちゃう、より知識をつけてって、うん、ギューってよく働くんですけど、うん、よりもっと3のように、うん、マイナスの3のように、うん、そのわーって働いて、うん、知識つけなきゃってギューって人を寄せつけなくなって、うん、競争心が強くなって人を見下す、うんうん、なんかマウンティングしようとするんですみたいな。この辺りも若干あります、はい、うん、なんでタイプ3このタイプ3の面が出てきたらそれを手放しましょう、うん、そうそうそう、あこれはやばい方向だっていうのを気づかなきゃいけないっていう、ね、タイプ6っていうのはこの、うんうん、人とうまくその空気を読んで、うんうんうん、その場でうまくここでわーってあそうみんなで行こうぜみたいなのがタイプ6のいいところ、うんうん、だから一番コミュニケーション能力が高い人、ちょっと褒められてる気がします、うん、ありがとうございます。だからどのタイプの、まあ、なんか自己主張の人って一見コミュニケーション能力高かったりするけど思いますけどね、うん、あでもこう自己主張の人は自分の主張してるだけなんでよく喋るだけなんですよ、自分の気持ちよくなるためにって喋る、はいはい、喋るだけっていうと、まあ、健全度高い人はそうでもなかったりしますけど、はいはい、多分我慢できるんでしょうね健全の方そうそうそう、だけどこう6の人はこう周りの状況を見て人に合わせて対応できる人なので、疲れてませんか、疲れてませんか、疲れてませんかっていうタイプなので、はい、でこう盛り上げなきゃいけないところは盛り上げるし、無理してませんかっていう、こうコミュニケーション能力が一番高い、はいはい、のでこう僕は6好きですけどね、6に憧れたりはしますけどね。あ嘘言ってる、嘘じゃないこの今のこの疑り深いところが、うん、今タイプ6出ました、うん、そうそういうとこですねなんでこのなんでこれ手放して、うん、その統合の方向でいくと、うん、このタイプ9のプラス面、うん、不安に反応せずに地に足をつけて安定して勇気を持つことができる、うん、っていうのがタイプ6の統合の方向、うんうん、なんで何か不安が起こったらそれは、うん、未来見て多分、うん、未来のこと分かりますかと、そう未来のことそういくら考えても分かんないんですよ、分かんない、そう10年後この世の中どうなってるかって多分どんな天才でもそれは分からないはず、うん、そう20年前に iPhone がこんなに普及するなんて思ってた人はいないっていう、みんな携帯が出始めた頃は携帯なんてって言ってましたよ、うん、そう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 、はい、で iPhone が出た頃もiPhone より携帯の方がいいじゃんって言った僕言った、はい、っていうそれがもう今やいいじゃんそうで今やもう iPhone じゃないですか、まあ、スマホみんなスマホ、はいはい、なので
10年後どうなってるかは分かんない。でそこに対して不安を感じてももうしょうがないじゃんっていうのがタイプ9っていうか本能タイプの考え方、今でしょっていう、そう、はい、今でしょって、今を快適にしたいんですよ、はい、タイプ9がっていうタイプ6、うん、で周りのタイプ6と、うん、じゃどんな付き合い方をしていくとうまくいくのか、うん、っていうのでいくと、このエニアグラムでパーソン探しを見るとですね、うん、やっぱりタイプ6ってその基本疑いのセンサーなんですよ、うんうんうん、なのでそのタイプ6と付き合うときは、うん、隠し事をしない、そう嘘つかないっていうのとあの選択肢はまず1回初めに全部出す、うん、とこの人は安心して決めれます、うん、だから選択肢が口に隠されると、うん、多分信用しないっていうタイプ6、あと怒り出した時に、うん、その1回もう全部発散させてください、うん、この怒ってる時に何か返すと、うん、より反応がきます、うん、このタイプ6でこの恐れとか不安とかで言って、うん、なんかそのちょっとビビってんのっていう感じではなくて、うん、その蜂のように怒りで来るタイプ6もいるので、うん、まあなんか否定するとですよね、はい、うん、でこの人たち反応でもタイプ8ほどエネルギッシュじゃないので、うん、バッてなるとシューって、うん、まあこういろいろ見ますからね、はい、あちょっといつ来たかなとかそうそう急にバッてなってからあれあれってあれやちょっとやばいなやばいなっていうこの融和のタイプが入ってますので空気を読んで、はい、なんで収まりますので、うん、発散させてあげてください、うん、っていうこのタイプ、うん、このよく営業とか、はいはい、タイプ6の人に営業したりすると、はい、こう不安があって恐れがあって疑ってるので、はいはい、決断がこう先になるんですよね。なあ分かるわ分かるなので、例えば前僕がこう保険の営業をしてた時に、はいはいはい、こういろいろ説明するじゃないですか、はい、でそれいいですねってなるじゃないですか、なるなる、なってほんじゃーって言った時にちょっと待ってください、一旦待ってくださいみたいに なるじゃないですか、なりますよね、はい、でそうなった時にこうそれがこう 2,3 回続いたりするんですよね、ラリーが、はいはい、でなった時にこうタイプ6じゃない人はもういいやってなりがちなんですよ、はいはいはい、もうめんどくさいっていうのを、タイプ6の人は別にそんな悪気があるわけでもないし、それがこう不安がちょっと来てるだけだから、はい、不安をちょっとこう解消してあげればいいみたいなところなんで、例えばそこで、うん、誰々さん使ってますよっていうちょっと上の人とか出てくると、うん、じゃあってなる気はします、うんうんうん、なのでそういうそこでこう慎重なんで慎重になってるだけだっていう、なのでこう売ってる側からすると、はい、こっちが不安になるんですよ、この人いいじゃんって、あ表面だけで合わせてんじゃないかみたいな分かりづらいですねそう、はい、なのであこの人ダメかなって諦めたりするけど、この人がタイプ6だと思ったら、あ慎重になってんだなって、なるほど、そうで多分こんな6は、うん、基本その大きなもの、うん、先ほど一番初めにも話しましたけど、うんうん、そのここのエニアグラム、うん、基礎実践編っていうのでも書かれているのが、うん、基本その子供の頃にそのパパやママがいないと生きていけないんですけども、うん、その誰かがいないっていうふうに思っている、うんうん、なのでそのタイプ6ではどうしてもその父親的な存在を求めるっていう傾向があるので、うんうん、まあ、その宗教とか、うんうん、守ってくれる人ですよね、あの権威のある、例えば私っていうとよくここで言うなんか、うん、ホリエモンがさこんなこと言ってたんだけどみたいな、大悟、うんうん、が言ってましたとか、うんうん、この権威があるってみんなが思っている人がいいって言ってると、うんうん、もうそれをなんか無条件にいいって思うみたいな、うんうん、まあ、それもあれですよね、こう自分が信じた人みたいな、なんで基本はじめ私はそれに対しては疑いなんです、うんうん、絶対信じない、うん、そうだからホリエモンも多分最初は何このうさんくさい人絶対信じないってなってたけど、ある日こうちょっとこう、あこの人信じれるかもって思うとコロッて変わるみたいな、 OK もう全部 OK ってなりやすいのがタイプ6、うんうん、ちょっとあの分かりますとね、うんうん、はい、まあ、その辺はね、なのでこうタイプ6の人と付き合うときには
なんかそういうところを気をつけましょうですよね、はい、で日本はよくそのタイプ6の国だって言われますけども、うん、まあ、有名な話でそのビールを売るときに日本、うん、なんか他の国だとうまいっていう、うん、なんか味を言うんですけども、うん、日本の場合だと売上ナンバーワンって、うん、言われると、うん、あ売上ナンバーワンなんだって安心できて買うみたいなのが、まあ、日本はタイプ6の国だって言われるゆえんかなって、うんうん、まあ、そう、それはありますね、はい、まあ、わかります、うん、だからタイプ7に売ろうとしたらうまいですよ。多分それはそうですよね、うん、これめっちゃうまいとかって言うと多分いや何それみたいな俺飲んだことないってなるのがタイプ7ですよね、はいはいはい、うん、っていう、まあ、お国柄でもあります、うんうん、いうタイプ6、うん、汗が自分のこと自分のタイプ、はい、まあ、自分のことは意外と分かんなかったりしますしね。もうなるは私これなわけないと思ってましたしうんうん、うん、でよくなんかエニアグラムを紹介してる人のやつをなんか私タイプなんですって言ってるのを見ると、うんうんうん、やっぱ6は一人もいないんですよね。あ、それに対してはお前本当かってあ疑いが来たお前本当にそうかってエニアグラム勘違いしてるやつ してるやつが教えてないかって疑ってます、うん、まあ、5人が一番多いタイプでもタイプ、うん、はい、だからまあそういうふうに見えたりする人もいる、はい、7に見えたりする6の人とか、はい、3に見えたりする6の人とかも多分多いんだろうなっていうタイプ6でこそ、うん、タイプ6の知り合いの人にタイプ6の特徴はって聞いた時にカメレオンって、あどのタイプにでもなれる、なるほど、状況に応じて使い分けられるって、なんてその、うん、ある本ではなんかバランサーとかもっていう言い方もされてますよね、うんうんうん、そうですね、まあ、全部の能力が均等にあるみたいな、うん、均等にあってなパーフェクトなんですよ。今ちょっと褒められてる気がします。パーフェクト疑ってますけど、家康ですよ。あ、日本を日本を治めたパーフェクトコントロール、はい、まあ、人気ないですけどって思っちゃうんですよね。そう、反応は出ますよね。まあ特徴がで、どっちが成功、信長と家康どっちが成功したかって言ったら家康なんですよ。400年間続いた江戸時代を作り上げた。最終的にそう、はい、だから一見信長かっこいいじゃないですか。信長何なんでしょうね。信長は僕としては8かなって思うんですよね。自己主張、私の中ではなんかあの、うん、信長の再現とかで声を聞いたことあるんですけど、うんうん、清須城だったかな、うん、信長の声ですっていう、うん、えらい甲高いんですよ、うん、7で、そうするともう5かなって、うん、革新的で、うん、新しいものを見通して、うん、あの金、これからは金だとか。でもその辺は7も比叡山いらないとか、その辺は7もありますよ。ああ、なるほど。新しいもの取り入れよう、常に新しい、常に新しい。そう、銃が、銃何それみたいな黒人いいね、黒人いいねみたいな。そうそうそう、 なのでそう自己主張かなと思うんですよね、あの突き進む感じは。5の人はこう家にこもって銃の研究したりすると思うんですよ。カチャ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 分解して新しいの作りましたって、そうそうそう、もっと性能のいいのを作りましたとかっていう感じにはするので、まあまあ僕の信長のイメージは怖いイメージですよ。第六天魔王なんか結構ゲームの方に行きますねすいません、すいません、ちょっと6から離れましたけども。なのでなんかああいう大河ドラマとか見ても信長怖いイメージじゃないですか、はい、なんか気に入らない人は切り捨てる、そうですね、うん、みたいな感じなんで、そこでいくと8っぽいかなっていう、新しいものをっていうと7っぽいかな、まあ5とかもですけどね。なんで次はまた7、8と順に、うん、やっていきたいかな、はい、エニアグラム、エニアグラムおすすめです。おもしろい、6には多分ならないと思うですけど、うん、でも6はいいですよ、完璧で。どっかの本が書いてくれれば、うん、6になる人が多いと思います、うん、そう書けばいいんだ、ここで書けばいい、パーフェクト本、パーフェクトヒューマン、いいかなってここで思います。そう、ありがとうございます。ありがとうございました。チャンネル登録どんどん増えております。どんどん増えております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい。